今日の宿題はやってきましたか？はい、はい、やってきました。映画見た？映画見た、送り人見た、はい。あ、ダニエル髪切ったの？はい。ナイス、ナイス。OK。そう、じゃあ宿題の、はい、じゃあダニエルさんのスピーチからお願いします。はい。はい。送り人は2008年の日本映画です。その映画は、小林大吾の、物語です。小林大吾はミュージシャンキャリアをやめて、お子さんと、ふるさとを、帰りました。その、あそこに、新しい仕事を、決めました。農監視として働きました。日本人とは、死は、汚れと関連ある、関連があるそうです。昔は日本で死に関連する仕事は、汚いと思われました。送り人の映画は、今も日本社会、日本社会にその考えは続けるそうです。仕事なので、小林大吾は隣人に差別されました。最後、人々は彼の仕事の作り方を見て、仕事の意味を分かって、仕事の考えを変えました。終わり。OK。あ、とてもいいあらすじです。面白かった？面白かった。はい。はい、一つ問題があります。この文章に。何でしょう？なんだっけ？プロット言ってって言ったけど、ダニエルさんのオピニオンが入ってないから、ダニエルさんのオピニオン言ってって言ったっけ？あ、オピニオンは、じゃあ最後につけましょう、オピニオンを。はい、ダニエルさん、言って。スペインで、汚れの死がありません。スペインで汚れの死がありません？死は汚れと関連がありません。それから、その汚れ
わかりませんでした。私は、死は、死は、人は死人。それから、けがれの死、が、ありませんと思います。なるほどね。スペインでもそのメイクアップとか、あのそのデッドボディ、ディシーズドボディに、死体にあの綺麗な服着せたりとか、メイクアップとかするの？メイクアップとか、そう、スペインに、する。はい。で、なるほどね。じゃあとりあえずダニエルさんが言ってくれたやつのあのを読んで直していきます。送り人は2008年の日本映画です。その映画は小林大吾の物語です。小林大吾はミュージシャンのキャリアを辞めて奥さんと故郷へ帰りました。あそこに新しい仕事を決めました。あそこにって、それで、ちょっとアンナチュラルだから、そこで、新しい仕事を決めました。で、脳幹師として働きました。脳幹師って英語でモーティシャンっていうのね。知ってた？モーティシャン。あ、はい。知らなかった。よく知ってるね。脳幹師として働きました。日本神道は、死に汚れと関連があるそうです。それも知らなかった。でも、あの私、日本文学勉強してるから、ジャパニーズリテレーションでしょ？勉強してるから、はい、その時に、やっぱりその、一番昔の話が、古事記っていう話なんだけど、その木が汚れてるっていう話はよくあったね、そういえば。で昔は日本で死に関連する仕事に汚いと思われました。まあ、死に関連する仕事はって言ったっけ？仕事は汚いと思われました。送り人の映画に今も日本社会にその考えは続けるそうです。これは送り人の映画に、あ、映画ではね、映画にって言った。あ、送り人は映画。まあ、送り人の映画ではね、では。ではで、送り人の映画は、映画は、今日も、日本社会に、その考えは続ける、あ、これは続いてるそうですね。続いている。これ何？ In the movie, they said so.Or, 送り人の映画ではって、in the movie っていうこと？Movie don't say. でも、generally ってこと？日本で？小林
小林は、あ、小林は、あ、例えば、お子さんは、お子さんは、お子さんは、行きました。うん。隣人も、小林に、悪い見ました？映画の中で奥さんも、うん、その農閑士の仕事が嫌だと思って、隣人もそのネイバーとかもその仕事は汚いと思ってる、うん、だっていうことを言った、うん、はい、だから、はい、おくるびとの映画の中では昔の夢に死んだね、おくるびとの映画の中では今日も映画の中で今日も日本社会にその考えは続いているようです。ちょっと待って、おくるびとの映画の中では今も日本社会にその考えは続いているようでしたがいいかな。うん。送り人の映画の中では今も日本社会にその考えは続いているようでした。これダニエルのオピニオンだもんね。ダニエルが映画を見て思った、うんうん、だから送り人の映画の中では今も日本社会にその考えは続いているようでした、うん、それはい。で、仕事なので小林大吾は隣人に差別されました。仕事なのでって書くと、It's because of the job。だから、仕事で小林大吾は隣人に差別されました。最後、人々は彼の仕事の作り方を見て、仕事の意味を分かって、仕事の考えを変えました。これなんか分かるけど、もうちょっと分かりやすくすると、仕事で、最後に、人々は彼の仕事の、最後に人々は彼の仕事の仕方、作り方っていうと、クッキングみたいな感じだから、うん、仕事の仕方、仕事の仕方を見て、仕事の意味を分かって、意味ががいいんだけど、意味が、仕事の意味が分かって、仕事の考えを変えました。まあ、仕事の意味が分かって、考えを変えました。仕事をもう一回言ってるから、最後に人々は、彼の仕事の仕方を見て、仕事の意味が分かって、考えを変えました。いいかな？はい。OK。うん。それで、最後にダニエルさんのオピニオンが、スペインで汚れの死がありません。スペインには汚れの死がありません。死は汚れと関連がありません。これ2回同じこと言ってるから、まあ、今考えたからだと思うけど、スペインには死は汚れと関係連がありません。スペインでは死は汚れと関連がありません。いいよね。うん、はい。それで、それからその汚れの分かりませんでした。
まあそれからというか、だからかな。だから、that's why ね。だから、その汚れの、ここに意味を入れましょう。意味、meaning。その汚れの意味が分かりませんでした。はい。私は死は、人は死ぬ。それから汚れの死がありませんと思います。私は死は人は死ぬ、それから汚れの死がありませんと思います。ここはどういう意味？Means that so we everybody we die. So it's normal. It's normal thing. なるほどね。私は、私は、すべての人が、all people ね、すべての人は死ぬので、汚れの死はありません。汚れの死はないと思います。死ぬので、汚れの死では、汚れの死ではなく、死は自然なことだと思います。これでいい？私は、すべての人は死ぬので、ここわかる？うん、わかる。汚れの死ではなく、死は自然なことだと思います。自然ってわかる？ナチュラル。はい。汚れの死ではなく、死は自然なことだと思います。これいいですか？はい。どうぞ。じゃあ、これがダニエルさんの意見ね。はい。これでもすごい面白い映画だよね。あ、面白い。面白かった。はい。で、その、大悟の、その、何？その、きれいにするだけじゃなくて、この、This is the、あの、people のファミリーの前で、この、セレモニーみたいにするでしょ？こう、きれいに、こう、なんていうの？きれいに、こう、洋服を着せるときに、こう、シュッシュッって、こう、なんか、はい、あの、なんていうの？かっこよく、着せて、こうセレモニーみたいにこう綺麗にしていくでしょ。うん、うん、あれがいいよ、ね、うん、いい。そうそう。あれ、あの、昔はみんなふうにやってたんだって。だけど、あの、今は、うん、30% ぐらいしか やってないって、あのセレモニー。ああ、やってない。あの、今はだいたい、あの、病院で、その病院の人たちがきれいにして、ファミリーが会うときはもうきれいになってるんだって。ああ。だから多分あれ、あの、田舎のエリアでまだやってるところがあるのかもしれない。ああ。そうそう。そうか。で、これいい話だよね。もう一回見よう。私3年前、4年前ぐらいしか見てないけど。なるほどね。スペインでは、あの、その、This is the body の亡くなった人に着せる服とかはどういう服着るの？スペインでは、スペインで、ところはタナトリオ？タナトリオ？スペイン語 G はタナトリオ。スペイン語、人？うん。死ぬ人、はタナトリオ、タナトリオに、ちょっと待って、タナトリオって何？連れています。連れています。
タナトリオって場所の名前？あ、タナトリオ、あ、ところ、あ、し、死ぬ、死ぬの人、うん、あ、は、あ、例えば、メイカー、うん、あ、メ、あ、家族、家族は、そのところ、行く、死ぬ、景色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 、そのビュー、ビュー、うん、景色、あ、セレモニー、セレモニー、うん、あ、そのところ、セレモニー、ヘタナトリオって本当にある場所？それとも何？イマジネーションの場所？イマジネーション？うん。タナトリオって何？タナトリオ、死ぬの人？建物？建物？あ、死ぬの人は連れていく、その建物、うん、それは何、本当の話か、その死んだ後の話じゃなくて、その本当にある場所、うん、It existed, right? うん、場所、あ、うん、あ、セレモニー is made there、うん、なんかあまり聞いたことない。フューネラルの場所っていうこと？うん、フューネラル。で、日本ではその白い着物とかを着るのが普通なんだけど、白い着物、うん、それでなんかお金とかを持たせたりするのね、そのデッドボディのカフの中、棺桶の中にお金入れたりとかするんだけど、その日本人はその死んだら川があって、リバー、三途の川っていうけど、川があってそこを渡るんだけど、渡るときにお金を渡して渡るってそのアダサイドに行くから、そのお金を入れたりするんだって、うん、そういう、何、スペインはその死んだ後にどっかアナザーワールドに行くとかっていう考えはあるの？わかりました。それは depends on religion? ジェネラルのアイデアないの？スペインでクリスティアンの religion。 うん。セレモニーじゃ、あ、セレモニーも、そ、あ、チャーチ、うん、あ、ある、うん、あとで、あとで、あとで、字わからない。うん、英語で言うと何？あ、they bury。bury？あとで、埋葬するのね、埋葬。うん。そう、そう。そのクリスチャンだったら、そのアーダーワールドに、アフターデスワールドに行くっていう考えあるんでしょ？ああ。はい。でも、でも、クリスチャンは、
死ぬ後で、後で、うん、死ぬ後で、ああ、と人、あ、非弁、うん、ああ、わかった。あの、なんだっけ、日本では45日、45日後にあのヘブンに行くのよ。49日。だからスペインでも後でその死んだ人がヘブンに行くっていうこと。ああ。わからない。あ、うん。もう、あ、クリスティアンの、あ、ほ、あ、あ、ファイナルジュージメント、ファイナルジュージメント、わかります、わかります。え、ファイナルジャッジメントってそのヘブンかヘオかってこと？あ、はい、はい、うん、クリスティアンも、世界の最後、うん、ファイナルジュージメントある、ファイナル、うん、あとで、うん、あとでヒット、ヒベン、行く。あ、え、死んだ人じゃなくてみんなっていうこと？ Everybody？ No, not everybody. So, so. 死んだ人。死んだ人、ヒベン、ヒベン、ヒベン。あ、OK。あ、そのジャッジメントでどっちに行くか決まるっていうこと？まあ、ジャッジメント後で、うん、あ、ジャッジメント、あ、あ、天国、場所に行った後にそのヘブンに行くかヘルに行くか、天国か地獄か後から決まるっていうこと、うん、そうなんだ。ジャッジメント後で、え、どれぐらい後、うん、知らない。死ぬ人、わからない。もジュージメント待ちます？待ちます？うん、ああ、順番待つんだ。ライン作るってこと？ジュージメント、うん、待ちます。ああ、ジャッジメント。まあ、知らないね。じゃあまた今度ね、その話はね。ジュージメント、あとで死ぬ人、うん、あ、ヒベンを、うん、行く。もう今知らない。知らない。あ、何、もうダニエルが知らないのか。じゃあ調べといて、また今度。いや、まあ、この話はいいけど。なるほどね。まあ、とにかく日本人は白い着物を着て川を渡ってあっちのワールドに行くっていうことなの。うん、なるほどね。へえ、わかりました。じゃあそうですね、あれは面白かったからもう一回見ようかな。じゃあ次何やる？次何の話してくれる？わかります。じゃあ私が決めます。あれ、なんだっけ、ダニエルさん、スペイン人なのに、日本人より謙虚じゃない？謙虚ってわかる？謙虚。謙虚。わかりません。謙虚ってモデストってこと？ハンボ。ハンボ。その自慢しないでしょ。自慢わかる？自慢。わかります。自慢ってショーオフすること。僕は金持ちなんだよとか、僕はハンサムなんだよとか。うん。そういうのダニエル全然しないでしょ。あ、スペイン人ある。でもスペイン人は結構するでしょ、自慢とか。たぶん。人がある。うん、人がある。ね、でも日本人はあんまり自慢するのはバッドマナーっていう
カルチャーでしょ、良くない文化の良くないって思われるでしょ。だからダニエルさんは日本にはとてもいいと思うんだけど、でもなんか、うん、ダニエルさんは日本人よりももっともっと謙虚すぎる気がするからあのじゃあ来週はあのダニエルさんの自慢話をしましょう。自慢話、ダニエルさんだってさ絵とかも上手じゃない。絵上手でしょ、描くの上手、うん、絵がすごく上手じゃない。絵が絵ドローイング、あのこの間カエルの絵見たけどすごい上手じゃない。持ってる？まだ持ってる？ない。あの上手な絵さ描いて見せてよ来週。描いて。え持ってない？え？描けない？何？えじゃあもうじゃあさっさと描いてさ持ってなければ。でその絵の自慢とか、その他に何の自慢がある？あの僕のペアレンツは金持ちなんだとかあの僕はこんないい大学を出たんだとか、何自慢、何があるっけ。ダニエル、ダニエル全然自慢しないよね。自慢、うん、しない。ね、しないよね。あのうちの子供たち頭がよくって絵ばっかり撮るんだとかそういう話もしないよね。うん、はい、はい、じゃあその来週はダニエルさんの自慢話を5分だってさあの例えばあのエンジニアで仕事でこういうふうにその何みんなに褒められましたとかこういうアチーブメントがありますとか、あのちっちゃい頃は成績が良かったですとか、うん、そういう話をしてちょっともうちょっと謙虚すぎるからもうちょっと自慢してもいいと思うので自慢しましょう。うん、そうそう、ね、えうん、ダニエル何が得意だっけ。絵が得意でしょ、あと何が得意なの。ダニエルマスとか得意なの。マス数学、うん、分からない分からない分からない。ダニエル運動できるの走るの速いとか、うん、しない運動ダメなの。まあじゃあとにかくあの自慢の話しといて、あの考えといて来週。うん、はいはい。じゃああと何か質問ありますか。何質問ありますか。質問、クエスチョンありますか。ああ質問ありません。じゃあ来週5分自分のあのストロングポイントについてお話ししてください。できたら絵見せて。上手じゃない。絵すごい上手じゃん。かけたら見せてない、ない、ない。はい、1週間で書いてよ、なんか。すごい上手。パパって書けるでしょ。ああ、わかりません。わかりません。じゃあ、かけたら見せて。書いたら見せて。ない。ここはない。ないけど。ここはない。ああ、so if you draw, can you show me in one week?Ah, okay. Ah, okay. Yeah, yeah, yeah. If you didn't have time, that's okay. 今、いい？でも、今、ない。ない、いや、今はいいけど、来週、next week. Ah, okay. Ah, okay. 来週、はいはい。うん。じゃあ、あ、そういえば今日あれ、先週の読むの忘れちゃったけど、
読む練習してね。来週はチェックします。これのチェック。うん。OK。じゃあまたね。またね。はい、バイバイ。バイバイ。